な。おお、すごいな。ギネスを6個超えてます。今回の高野菜やってみた。コアなやつ持ってきましたね。最後決めるんだぞっていうところ見せつけたいと思います。不意だったんですよこれが。これ行こうかな。1分間に風船を何個膨らませられるか。1分間で18個で、これちゃんと風船膨らました後に結ぶまでで、それで18もいける。結果3個です。はい、いつもの相棒より硬い風船だったので。なるほど、崩っちゃいました。風船のコンディションもあるもんね、これは。これは並べとくスタイルね。オッケーです。いけそう、いけそう。倒れたら支えてくださいね。はい、ちゃんと任せろ。もう任せてください。よし、はい、ちょっと違うね。もう世界一ですから。いきますね。はい。よーい、スタート。え？いけるいけるいける。一回しっかりしとったら一回。ふえ。おい。おーしよしよし、いいよいいよ。私結ぶとこまでだからね。帰ってきてんじゃないそれ。10秒2 1、終了。ゼロ個です。全然なんかやっぱ、はい、やっぱあの口は吸うようですね。あー鼻でいくの。いいよ。痛い痛い。あの専門家。いい。そこまで膨らんでるのがまずすごいから。いけそう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 。マジでいける。さっきより膨らんでんじゃん。頑張ってはいるけどね。終了。やっぱり、ね、リーダーとしては意気込みを。はい、いやちょっとうちの遥かに以降がすいませんでした本当に。一個も膨らませないなんてことはありえないんで、敵を取りたいと思います。よーいスタート。あ、すごい。あ、頑張れ頑張れ。あれ、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 終了。結果ゼロです。これやばいっすよ。これじゃなかったんですよね。勝ったい勝ったい。3でもすごいっすよこれは。いや、ありがとうございます。いや恐れ入ります。じゃあ続きましてこれいこうかな。1分間で何本バナナを剥いて食べられるか。1秒に1本食べても、でも1秒で無理だから3秒ぐらいかかるとして20本ぐらいじゃない。実は8本。あ、やっぱきついんだ。スタート。早い早い早い。お、早いぞ。だいぶ早いぞ。バナナは 128g 以上のバナナを使わないといけなくて、まず剥いて食べるまでで1本ですね。結果発表、1分間で3本でした。いや大健闘。やっぱ8本ってすごいですね、そう考えるとね。来週
試合なら今もうちょっとめっちゃ動いてますよね。もうお腹は空いてるんで糖質取っとかないとね。あと僕もガソリンがなくなっちゃうんで四つん這いなんで、うん、四つん這いイコール猿なんで猿イコールバナナ出た。これは心強い。よーいスタート。いきます。あ、ちょっといただきますかね。このでもね、早いよ。着実と減ってってはいるんですよ、これすごいのが。うん。3、2、1、ストップ。結果、3本です。バナナ、ごちそうさまでした。よし、来週頑張れそうですか。そうですね、バナナパワーで。バナナパワーで3本食べてから、はい、雑巾がけしたいと思います。じゃあ続きまして、裂けるチーズを何個に分けれるか。あの裂けるチーズでしょ。あの裂けるチーズです。1分間に1分間です。33。めっちゃ細かいじゃん。サークルチームからは誰がいきますか。手先の器用な、はい、あ、女子チーム女子チームが行く。よーいスタート。これはまた地味な。これはルールは一つずつ裂いて、その裂いたものからはもう再び裂くことはできません。ダメなんだ。6センチの幅以上に裂かないといけないので、この線にまたがるように置いていく。はいはい、はいはい、3、2、1、終了。はい、私が23本でした。23本、すげえ。22本です。22、おいい勝負してる。でもすごいですよ ね、 ね結構咲いてる方だと思いますね、はい、結構咲いてる方だ。いいコメント。俺もやりますよ。じゃあ2人でチャレンジします、はい。まあ手先まで意識して踊ってるんで、そういう意味で言うとこう器用でできるんじゃないか。もうこれがダメならもう田舎に帰ります。ちなみに今は実家暮らし。あ、もうもちろん伊勢です、うん、じゃあ今日も普通に実家に帰るね、はい、これがダメでもダメじゃなくて もどっちにしろ伊勢。はい、行きましょう。よーいスタート。うわー太いわあ、これいける。マジで。なるほど。あ、ちょっとでもでかかったかもしれない。これは楽しいぞ。結構いいペース。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 7、6、5、4、3、2、1、終了。わあ。俺こんな余ったんだけど。置き切りましたもん、こっち。僕からいきますよ。僕15本でした。まあまあそんなもんでしょう。これか2号24です。すごくない。花よりこれじゃないですかね。花リコーダーやけど裂けるチーズのギネス持ってるってかっこよくないですか。面白い。人生の目標ができました。うわうわ。というわけで今まで成績どういう感じでしたか。いや今いいどっこいどっこいな感じですよね。チーム戦的には勝率今もうドローの状態です。というわけで最後の記録になりますので、はい、30秒間にトイレットペーパーを上に何個詰めるか。30秒で28だ。1秒に1個ペースで。そうだ、相当早いんだ。これは難しいな。では意気込みをお願いします。これ最後になるんで、はい、頑張りたいと思います。よし、シンプル。よし頑張れ。よーいスタート。これは台に乗ったりとか。台に乗っても脚立に乗ってももうあり大丈夫です、はい、あ、なるほど。バランスバランス。あ、残り10秒。バランスバランス。5、4、3、2、1、終了。おお、
立ってるね。 OK。 じゃあ数を数えましょう。9012、記録は12個です。やっぱ最後なんで、いや任せてくださいよ。12個を超えればいいですよね。準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。いきます。よーい、スタート。頑張れ頑張れ頑張れ。すごい丁寧、すごい丁寧。全然全然くらってこない。勝負強いんだぞと、最後決めるんだぞっていうところ、うちのチームの凄さを見せつけたいと思います。10秒8 7 6 5 4 3 2 1。おすごい、すごい。記録は1、2、3、4、5。これはどうなる4、5。これはどうなる4、5。これはどうなるこれはどうなる。これはセーフです。これセーフ、セーフです、セーフです。14個でしたね。ということで我々の勝利です。OK。めちゃめちゃ丁寧に手先まで意識して、すげえ得意になったんですよこれが。びっくりしちゃうでしょ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてコメント欄にて僕にやってほしい企画や企業の CM などなどたくさんお待ちしております。バイバイ。